すいません、お嬢様。こんなところに呼び出してしまって。いえ、相談というのは別に。仕事の相談だとか、そういうことではないのですが。すいません。今日は、なんだか、体が熱くて。まずは、抱きついてもよろしいですか？いや、このぬくもりがないと、なんだか落ち着いて話せる気分ではなくて、私、お嬢様のことが本気で好きなんです。いえ、その冗談とか、いつものノリとかではなくて。だから、こんな場所に呼び出してまでお伝えしているのですよ。こんなこと、一時の感情でできることではございません。いつもより、顔が赤い。それは、いつもより緊張してるからです。体もフラフラしてる。今は、そんなことはどうでもいいでしょう。そうやってあなたは、理由をつけてまた自室にこもる気なんだ。知ってるんですよ。いつも弟だけ。こっそりと部屋の中に入れてること。ずるい。ずるい。弟だけずるい。俺は兄貴なんだ。お嬢様。俺の方がかっこよくて、頼りがいがあって、愛しがいがあるに決まってますよね。じゃあ、俺と付き合って、なんか突然眠くなってきた。ごめんなさいお嬢様。兄ちゃんは、やっぱりダメだったか。今日は我が屋敷が誇る秘密兵器開発部から新しいサンプルが届いたので、それを兄ちゃんに毒味してもらったんです。一応筋力増強剤という風に説明書には書いてあったんですが、それを飲んだ途端に兄ちゃん突然部屋から飛び出していっちゃって、急いで開発部に連絡してみたら間違えて媚薬を送っちゃったって。それで今副作用で眠ってるみたいですね。なんでそんな兵器を開発？いやいや、すべては今後何十年にもわたってお嬢様をお守りするためですよ。ねえ、兄ちゃん、重いよ。最近、ちょっと太ったんじゃないの？歳も取ってきたんだし、少し食事制限しなよ。プロテイン。プロテイン？重いのは筋肉だって言いたいのかな？プロテイン。もうダメだこりゃ。明日の午後までは仕事はできそうにありませんね、お嬢様。お嬢様。
なんでそんな顔真っ赤にしてるの？もしかして兄ちゃんから迫られて本気にしちゃったとか？ダメだよ。兄ちゃんみたいな堅物はお嬢様には合わない。最近は僕のことたくさん寝室に呼んでくれてるし、僕の方が好きなんでしょ？え？あれはソシャゲの協力プレイ？ねえ、いや、そうなんですけど。そうなんですけど。でも、兄ちゃんにお嬢様がキュンとしてるのは許せません。今は両手が塞がってますけど、帰ったらちゃんとお話ししましょうね。違う。お嬢様は。今度は何、兄ちゃん。プロテイン。もう一緒寝ててください。頭痛い。おい、スバル。水持ってきてくれよ。はいよ。たく。屋敷に戻ってきたら、僕がお嬢様とイチャイチャする予定だったのに、目が覚めちゃうんだもんな。兄ちゃんは昔から空気が読めない。うるさいな。なんだか、今目を覚まさなきゃ。お嬢様に危害が及ぶような気がしたんだよ。は？僕が危害を加えるとでも？俺以外の男がお嬢様に近づくことはまとめて危害って言うんだよ。なあ、お嬢様。何ですか？意識を失う前の記憶ですか？あ、いや。正直、あまり覚えてませんね。終始、頭がぼーっとしてたような。うわ、最低。お嬢様。俺、何か、お嬢様にしてしまいましたか？ほらね、お嬢様。ぎゅー。兄ちゃんは絶対、酒飲まなきゃ愛を伝えられない、一番どうしようもないタイプの男だよ。その点僕は違うよ。愛してる愛してる愛してる。どんな時でもお嬢様のことを満足させられる自信がある。それは軽いって言うんだよ。お嬢様、申し訳ございません。地帯を晒したばかりか、何やら失礼なことを言ってしまったようで。一つ訂正があるとしたら、私はシラフでもちゃんと言えますよ。プロテイン？あ？何言ってんだお前。私はお嬢様のことを弟よりも世界で一番愛してます。